まず、私の方からですね、日本ラグビーフットボール協会、JRFU 様のジャパンラグビーリーグワンの映像管理システムのについての事例を紹介させていただきます。こちらのシステムは2022年、今年の1月に開幕したジャパンラグビーリーグワンのディビジョン1から3の全184試合の映像を管理するための仕組みとして AWS 上に構築いただいております。リーグのプロモーションや戦術分析のために様々なステークホルダーに最適な形で映像を届けることがこのシステムの目的となっており、オンエア素材や戦術カメラ、ハイライト映像などがシステムに保存され、権限があるユーザーがそれにアクセスをしてダウンロード、プレビューできるような仕組みとなっています。ユーザーは主にマーケティング利用のためのチーム関係者であったり、リーグの関係者、そして戦術分析やプレイレビューのためアナリストやレフリー、そしてスポーツニュースでの利用のために放送局など、たくさんのユーザーさんがいらっしゃるようなシステムになっています。こちらの事例のすごいポイントとしましては、このような仕組みを3ヶ月で構築し、さらにですね、JRFU さん側にの人員2名で、この184試合のシステム運用を行われたと。で、かつ低コストでこのような仕組みを実現いただいたというところにあるかと思います。そのために AWS パートナーエコシステムを活用した徹底的なワークフローの自動化と、各パートナーの明確な役割分担が必須だったというようなお話をいただいております。プロジェクトの開始時、AWS にご相談いただいた際の課題として次のようなものがありました。まず、映像アセットは184試合のフルマッチだけではなくて、ハイライトであったり、戦術カメラ、もしくはチームで取得されるハンディ素材などが多様、など多様にあります。それをこう誰もが簡単に見つけられるような仕組みというのが必要であったと。で、また、様々なこうユーザーさんがアクセスされることから、アセットにアクセスできるユーザー権限を厳密に管理する必要があったと。そして、リーグ開幕までに時間が限られていたこと、低コスト、小リソースで、構築運用を考える必要もあったというようなご相談を受けました。このような課題解決のために AWS のクラウドを採用いただきました。いつでもすぐに IT リソースが利用できる俊敏性、こちらを活かして IT 機器、調達期間を最小限にして、パートナーエコシステムを活用することで、開発期間を最小限にこちらも抑えられました。今回、パートナーソリューションとして、ワークフローオーケストレーションツールと、試合当日の監視運用の部分で、イギリスの M2A メディア社の各種サービスをご利用いただいています。また、SNS への動画切り出しやハイライト編集には、アメリカグラスバレー社のエディウスクラウドを、そして動画コンテンツの管理には日本のネクフル社の CMS をご利用いただいています。また、AWS のメディアサービスなど、マネージドサービスを活用することで、管理運用負担を削減し、週末に開催される試合の期間のみ AWS サービスを立ち上げるということで、コストの最適化も図られています。では、どのような機能を実現されたかというと、まず、ライブ信号をクラウド経由で、マッチデータプロバイダーやライブ配信の仕組みに必要なフォーマットで分配するというような機能があります。次に、試合中に収録中の素材にアクセスして、良いプレーをクリッピング、そのまま SNS に投稿するような機能も実装いただいております。さらに、試合終了後のフルマッチをアーカイブし、関連アセットとともに体系的に管理するような機能、そして、アーカイブコンテンツへアクセスするユーザー権限の厳密な管理。で、最後に試合スケジュールで入力したメタデータをアーカイブ映像まで紐付けるような一元的な管理を実現いただいてます。では、どのようにですね、この機能を実現されたかもう少し深掘りできればと思います。まずこちらが全体の構成図になっております。まずですね、左下の JRFU さんの担当者ですね。ここからワークフローがスタートします。この JRFU の担当者様が M2A のオペレーターに対して試合スケジュールを送られます。スケジュールは M2A のシステムに登録されると、M2A のソリューションがこのスケジュールに合わせて AWS メディアサービスなどのフルマネージドサービスで構築されるワークフローを起動します。ここであるオレンジの部分が自動的に立ち上がっていくようなイメージを持っていただければいいかなと思います。
そして、試合終了後ですね、この逆に、このオレンジで立ち上がっている部分が、自動的に停止されるような仕組みになっています。試合当日は、制作を行われた放送局に設置されたオンプレミスエンコーダ、エレメンタルライブから、信号がクラウドに打ち上げられて、M2A によって起動されたメディアコネクトに入力されます。で、そこから、マッチデータプロバイダーへは SRT で映像伝送され、動画配信サイトへはエレメンタルメディアライブで HLS にエンコードされ、クラウド、Amazon クラウドフロント CDN を経由して渡されるような仕組みになっています。続いて、クリッピングハイライト生成、制作の流れです。メディアコネクトで分岐された映像信号が、メディアライブでエンコードされ、HLS のチャンクファイルとして S3 ストレージに保存されます。グラスバレー社の編集ソフト EDUS を仮想デスクトップサービス Amazon Workspaces にインストールして、この S3 に保存された HLS のチャンクファイルにアクセスすることができるようになっています。これは試合中、実際収録中でもですね、数十秒前の映像にアクセスすることができますので、試合中に良いプレーがあればですね、そこをクリッピングして、そのまま Twitter などの SNS に投稿できるというような仕組みを作っていただいています。で、この同様の仕組みでハイライト映像も生成されており、それに関しては S3、Amazon S3 を経由してアーカイブシステムの方に登録されるというような流れになっています。アーカイブについては、M2A メディアが提供する M2A キャプチャーというソリューションを使って、受けた信号のをそのまま TS ファイル、TS チャンクファイルとして S3 に書き出しています。で、試合終了後にこのスケジュールに合わせて、スケジュールの開始時刻、終了時刻に合わせてこのチャンクファイルを MP4 に一本化して S3 に保存します。で、このファイルはアーカイブシステムに登録され、参加チームであったりレフリー、もしくは放送局様がこう検索プレビュー可能になるというような仕組みになっています。で、メタデータに関しては最初に、この左側で入力された試合スケジュール、ここで日付であったり対戦チーム、インジェストチャンネルなどの情報が入力されるのですが、この M2A のサービスを経由して、もう最終的にはファイル名として保存されて、それがアーカイブの仕組みまで引き継がれるというようなフローになっています。本日このアーカイブシステムについての詳しい説明は省きますが、先ほど申し上げましたように AWS パートナーのネクフル様が開発構築されており、このフローで登録されたメタデータで簡単にフィルタリングできるような仕組みを AWS 上で構築いただいています。また、M2A からは試合当日の Slack によるリアルタイムサポートであったり、AWS サービス、もしくは映像信号の監視サービスというのを提供されています。ここで、簡単に本システムで利用されている、M2A メディアと、グラスバレーエディウスについて紹介させていただきます。M2A メディアは、2011年 BBC のエンジニアがスピンアウトしてできた会社です。で、ロンドンオリンピック向けに開発されたシステムをベースに、サービスを提供しています。で、彼らは何をやっているかといいますと、AWS のメディアサービスをベースにした、ワークフローの、自動起動、自動停止、もしくは一元管理、GUI による設定の簡素化などを提供している、そこに特化したサービスを提供しています。また、 M2A のユニークなところとしましては、先ほどの事例でも紹介しましたように、24時間365日監視や設定などのオペレーション業務も重量課金で提供していることになります。こちらが M2A コネクトというですね、彼らのソリューションの中のスケジューリングのツールになります。横軸が時間になってまして、縦軸がチャンネルになります。実際こう試合開始のスケジュールが入力されて、このチェッカーフラッグのところに来ますと、 AWS のワークフローが自動的に起動される、というも流れになります。そしてこのグレーのところに来ると、実際処理が開始されて、で、また今度スケジュールが終わると、今度ワークフローが自動的に停止されるというものをこう一元的に、管理することができるようになっています。で、こういうふうにですね、AWS のサービスを試合に合わせて自動起動、自動停止することで、AWS の利用量というのを最適化することができるようになります。また、このビューで一元的に複数チャンネルを見ることができますので、非常にこう管理という面でも使いやすいツールになっているんじゃないかなと思います。
また、スケジュールはマニュアルで、この上で作ることもできますし、API を使って外部システムと連携することもできるようになっています。続きまして、こちらがルーティングビューになります。ソースとデスティネーションの管理を行うような画面になります。左側がソースになります。今回のケースだと、メディアコネクトに入力される信号が左側に来ますと。で、右側がアウトプットになります。で、一つのソースに対して、この例ですと複数のアウトプットがありますので、こう1対3の関係をこの図で見ることができるようになります。真ん中が映像のプロセスになっていまして、単純にバイパスするだけなのか、もしくはフレームレート、コーデック変換が必要かというところをここで設定することができるようになっています。で、このグレーの線の上にこう白い点線が見えるかと思うのですが、映像信号が流れるパスというのがグレーの線になっておりまして、で、実際に映像信号が流れているときに、この白い点線が表示される。というところで、これをまあ一パッと見て、今どういうふうにどういう信号が流れているかっていうのをこう管理することができるようになっています。で、さらにこのソース、もしくはデスティネーションからですね、マルチビューアーやソース情報の詳細画面に飛ぶことができるようになります。それがこの画面になっておりまして、左側がシングルソースの情報になります。ここではクラウドウォッチであったり、ビデオ信号のメトリックスを一元的に管理することができるようになります。右側がマルチビューアーの画面になっておりまして、こういうツールを使うことでワークフローの自動化を行うだけではなくて、イベント当日の監視であったり、もし何かが起きた時のデバッグを効率的に行うことができるようになるという例になります。で、実際、このツール自体、M2A の方からお客様にも提供されていて、JRFU さんでも多拠点の映像監視を行うためのにご利用いただいていたということです。で、ここからクリッピングで使われているグラスバレーエリウスについて簡単に紹介させていただきます。エリウスクラウド、こちらはワークスペーシーズであったり EC2 にインストールする編集のソフトウェアになります。ここにインストールしたエリウスから S3 にあるファイルにダイレクトにアクセスができるというのが特徴となっています。で、エリウスから S3 にあるファイルを直接アクセスして編集して、することができるというような機能を持っているということになります。で、JRFU 様ではメディアライブで生成した HLS のチャンクを S3 に保存して、そのファイルにワークスペーシーズ、エディウスがインストールされたワークスペーシーズからアクセスをして、実際疑似的な追っかけっていうのを実現されていました。で、また、グラスバレー社では Mink という簡単なアセット管理ソフトウェアも提供されており、S3 上の素材をプレビューしたり、アップロードダウンロードしたりすることができます。で、エリウスについてはこの後 XN 様の事例でも紹介いただけるかと思います。はい。最後に今後の取り組みについてお伺いした内容を共有させていただきます。これからもですね、このシステムを拡張していくということを検討されていて、学生ラグビーであったり日本代表でも利用が始まりつつあります。またこのシステムから海外の放送局や配信業者へ映像伝送を行うことを考えられています。AWS メディアコネクトを利用して映像伝送することで、衛星を使った伝送に比べ大きく費用を抑えることができます。それによりこう世界中のより多くのラグビーファンに日本のラグビーを視聴する機会を提供するということを目指されています。また、海外配信で必須になるのが、その国の言語でコメンタリー、いわゆる実況解説をつける必要があるということになります。で、オンプレで実況解説をつけてしまうと、スタジオに伝送しなければいけないであったり、スタジオを使わなければいけないであったり、スタジオからですね、このクラウドにまた戻して伝送しなければいけないみたいなところで、あまり効率的ではありません。そこで、AWS のパートナーソリューションを活用したクラウドコメンタリー制作というのを検討されています。具体的には、クラウドにある映像信号を低遅延でプレビューをして、で、実際コメンター、実況解説の方がオーディオをそこで吹き込みますと。で、その信号がクラウドに送られてきて、クラウド上で映像信号と自動ミックスされて、それを海外の放送局に渡すことができるというようなソリューションになります。で、また、ライブ制作をクラウドで実現して、中継者や専門機器を削減して制作コストを最適化するというようなことも検討されております。リモートライブ制作に関してはこの後テレビ朝日様よりアベマニュースでの取り組みで詳しく説明いただいてますので、そちらもぜひご覧ください。
で、この、紹介させていただいた JRFU 様の事例ですが、近日中に AWS の事例ページや、先ほどお伝えしたブログの方で公開予定となっていますので、もうしばらくお待ちください。